マスクドコメディアンの覆面ラジオはい、えー、そんなこんなで始まりました「マスクドコメディアンの覆面ラジオ」お相手は私謎の覆面芸人マスクドコメディアンでございますくよろしくお願いいたしますくパチ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 ,パチからの8888というわけでございまして今回も決まりましたね 何がどう決まったかよう分かんないんですけども。さあ、えー、今回もですね、質問箱の質問に答えていきたいと思いますく。今回の質問はこちらですん。最近テンションが上がったことを教えてくださいというご質問です。ありがとうございますく。えー、最近テンション上がったことと言いますとですね、まあ、最近というかもう1ヶ月ほど前なんですけども、えー、マスクドコメディアン、えー、実はですね、えー、ワイフの お実家、えー、嫁の実家がですね、えー、田んぼを、お米作りをやっておりまして、えー、今年はですね、えー、なんと、いろいろ事情がありまして、えー、僕が中心になって、ちょっとその、お米作りをやりまして、えー、あの後期作業って言うんですかね、えー、高安作業から、えー、田植え、えー、そして肥料撒きや薬巻き、そして、 稲りといいうのを、ねえー、やらせててただきまして先月、1ヶ月前ですね、10月の中旬に稲刈りをしまして、なんとか、えー、お米作りも終わったんですけども、稲刈りをしたお米をですね、次の日にね、あの新米、えー、いただくことがありまして、これがね、やっぱりね、もう新米ってやっぱ基本うまいんですけども、 それと、やっぱり今年自分が作ったというので、もうそのいろいろ考え深いものがありまして食べたんですけどもね、もうこれはもうむちゃくちゃうまかったですね。もうテンション上がりましたね。でね、あの、人生何回目かというよりこれ初めてかな。もう何年ぶりかな。前回はいつか覚えてないですけども、え、お代わりを、 三倍もしてしまったというね、もうそれぐらいうまかったんですよ。なんやったらもう一杯はもうおかずなしのお米だけで食べて、あとね、え、いろいろ、えー、おかずと一緒に食べたんですけども、やっぱりね、うまい。もうね、この歳になってからこういうね、お米が改めて美味しいっていうのをね、改めてほんまに思いましたね。でね、最近はですね、その、新米に何が、 おかずが合うかというのをいろいろ試しておりまして、えー、よくね、思うのがご飯に合うの、生卵とかね、卵かけご飯。もうやっぱうまいはうまいんですけどね、やっぱりね、ちょっとね、卵を買ってしまうんですよね。で、えー、あとはあの、明太子とかもこれ一見うまそうなんですけど、確かにうまいんですけども、これも明太子が買ってしまうんですよ。このお米とおかずのバランスはね、一番何がちょうどいいかなといろいろね、えー、試した結果、 かですね。漬物が一番うまいですね。あのー、お米、作ってるお米が、あの、日の光っていうお米の、なんですけども、ちょっとね、甘みがあって、えー、その甘みと漬物のちょっと、塩気が、ちょうどバランスがいいんですよね。これがね、ほんまにうまいですよね。もうだからね、最近、我が家の食卓は、お米、新米と、えー、漬物だけっていうのが <laughs> たまにあるんですけど、これでもね、ベタにね、 うまいからおかわりしてしまうんですよね。もう最近ちょっとね、ダイエットして、えー、痩せなあかんな言ってるんですけども、ちょっと痩せかけてきたんですけどね、えー、また食べすぎて <laughs> 体重が <laughs> 増えてきましたね。今まで頑張ってちょっと痩せてきたのに、ほんまに、どんまいっと。<laughs> こら参、ま、ったな、言ってね。<laughs> うまい <laughs> というわけでね、えー、お米だであれ3連発、えー、行きましたけども <laughs>、 まあえー、決まったところで、今宵はこの辺で失礼いたしたいと思いますく。というわけで、マスク・ド・コメディアンの覆面ラジオでした。ありがとうございますく。